はい、こんにちは、中島です。本日は、とある商品を買ったので紹介したいと思います。ちなみに皆さん、3DS とかはお持ちでしょうか？僕は今動物の森をやっております。実は今は動物の森はほとんどやってなくて、このファンタジーライフというゲームをやっております。で、まあ、ちょっとね面白いんだけど、ですごく小さくていいんだけど、なんせ画面が小さいので、まあ、そこまでいったら何買ったか分かると思います。本日紹介する商品はこちら、ドカンと 3DSLL です。はい、で今回は 3DSLL の開封をしたいと思います。見てください、この最初に出た 3DS、 これ実は僕25,000円の時に買ってますからね。出た当日に買いました。本当ふざけてますよね、岩田さん。で 3DSLL 本体がめっちゃでかくなったのに、この箱の違いすごいですね。今まででかすぎだろっていう、こっちが LL みたいになってますよね。まあこっちは付属品が少なかったりするので、早速見ていきましょう。それでは開けていきます。一応ね、小型ゲーム機なので箱は綺麗に開けてすぐ売れるようにはしたいなっていう今持ってる 3DS のデータを引っ越しさせたら 3DS 売ろうと思ってるので、そしたらそんなに高くないんですよ。よいしょ、でおっと、シリアルナンバーが明記します。まず上に載ってたものが AR カード、クラブ任天堂の、カード、シリアル番号付きのカード、簡単スタートガイド、取扱説明書、保証書ですね。では早速本体の方出します。なんか難しい、引っ張っていいの？取れた。はい、出てきました、本体です。今回はブラックを買いました。おお、かっけー。あ、意外とありだな。一応せっかくなので本体比較してきます。こんな感じです。正面はこんな感じですね。で、嬉しいのがこれ薄さがほとんど変わらないんですよね。分厚くなっちゃうのかなって思ったんですけど、持った感じむしろこっちも若干薄い気がします、 LL の方が。じゃあ初パカします。パカ、わ、綺麗だ。せっかくなんで近くで見ます。ですね、これ LL の最大でもないか気にしてる方が多いとは思うんですが、このこれコスモブラックという普通のサイズのやつですね。これすごいかっこいいんですよ。このシルバーっぽくかかってるグラデーションの感じがすごくかっこいいんですけど、 LL ってちょっとこうチャッチーよっていうイメージ持ってる方多いと思います。僕も持ってました。ただ手にした感じだと全然まあありかなっていう感じですね。これはこれでちょっとこう無機質な感じがなくなって、かなりこうスマートな感じですね。ここは何でできてるんだろう、アルミかな。かなりかっこいいと思います。せっかく綺麗な 3DS なので、普段僕カバーとかつけたくないんですが、今までと違ってこのちょっとこうサラサラ系マットな感じなのですぐ傷つくなと思ったので、ちょっとケースだけ保護シートとケースだけ買ってきました。今回買ったのは、任天堂ライセンス商品の、堀から出てる、バリカタカバーという、ハードケースが好きなのでバリカタという高強度で透明保護というものを買ってみました。TPU 素材とかのでもいいんですけどね、僕ちょっとでも歪んでると嫌なんですよ。なので今回はちょっと硬いやつ買ってみました。はい、出てきました。これもそのまま乗っけるだけっぽいですね。本当に怖いな、怖いな、あ、なんか怖いな、ギチギチって。説明書も覆いかぶせますって言ってるからいいんじゃないの。はまった、後ろもはめます。ペリペリペリ、はい、つけられました。これね、つけるといいですよ。やっぱ前回の質感が好きな方はかなりこの光沢があるので、前回はこれつけることによって光沢がかなり生まれます。それでは 3DS の保護シートも貼ります。さすがにね、もういっぱい貼ってきてるんでね、今現行で進行してる動画 NEXUS7、 あれもねでかいからね貼りづらいんですよ。ただこれは小さいので
iPhone とかそういうサイズのだったらそんなに貼りづらくないので、まあ大丈夫かなと頑張って貼ります。でけえ画面、今更ですけどでかっ、これすごいな。ちょっとこっちついちゃってますけど全然違いますね、これとんでもねえな。まあ正直上画面の保護なんてしなくていいと思うんですけどね、触らないし。これはバックのくぼみがあるから楽じゃないか。これ下は貼りたいですよね、 3DS というか DS 系は。タッチ系はやっぱ怖いですよね。はい、今回の保護シートの作業は無事に終わりました。はい、では今回は開封と、恒例のなんだ保護シート貼りをしました。次回は一応電源入れてるとこだけ見せようかな、一応考えておきます。はい、では、すごい長い動画になってますね、きっと撮ってて分かります、もう時間がすごいんで。はい、では今回はこの辺で失礼したいと思います。ご視聴ありがとうございました。